週5回で筋トレしていますが、なかなか痩せません。痩せるということね。まあ、体脂肪を減らすということだな。仕事から帰宅し、22時半、10時半頃、夜の10時半に食事をとり、11時から30分から1時間程度トレーニングしていると。ウェイトトレーニングをしています。トレーニング直前の食事は良くないのでしょうか。まず誤解してはいけないのは、トレーニングをして、まあ、体脂肪が減るということももちろんあるよ。トレーニングをすることによって運動のカロリーを消費して、あとはまあ筋肉、長い目で見ると筋肉が代謝と新陳代謝を高めるので、もちろん体脂肪を減らす効果はあるんだけれども、副次的なもの、直接体脂肪を減らす運動じゃない、ウェイトトレーニングは。なのでウェイトトレーニングをして、体脂肪が減らないというのは、これは、まあ、普通といえば普通だな。これは体脂肪を減らすのは何かというと、ダイエット、食事と、まあ、有酸素運動なんだけれども、ほとんど食事、有酸素運動はもちろん助けにはなるんだけれども、有酸素運動だけしても食事が変わらなければほとんど体脂肪は減らない、俺の経験からして。まあ、減る人もいる、中には新陳代謝が高い人とか、要するに痩せやすいというか、元から体脂肪がつきに低い人の場合、効果がある場合もある。ただほとんどの人、俺の経験、俺もそうだし、いろんな、まあ、自分のクライアントも見て、あのいろんな知り合いも何百人何千人と見てきたけれども、ウェイトトレーニング、有酸素運動、この2つだけで、この2つをもしやって食事を変えなかったとしたら、ほとんどの場合体脂肪はほとんど減らない。それぐらい体脂肪を減らすということは、普通の人にとってはね、なんかもいいけれども、入れやすい人もいるね、中には。だけども普通の人、大多数の人にとっては体脂肪を減らすで、目に見えて体脂肪を減らすというのは容易なことじゃないわけだな。なのでこの松拓さんの質問の場合、これは食事を見直していかなくちゃいけない。なのでトレーニング直前の食事はこれは悪いわけじゃない。トレーニング直前は逆に、もし仕事から帰宅してあるということなので、仕事中はおそらくこれ食事取れてないので、食事は取らなくちゃいけない、トレーニング前ね。ただこの1日を通しての食事、何を食べてるのかということをまず把握して、そこから調整していくという作業をしたら、めんどくさいけどね。だけど本当にこれ目的がね、体脂肪を減らしたいというのであれば、このダイエットを改善していけないと効果はないと。厳しいようだけども断言できるということだな。